はい、どうも、サトチューンチャンネルでございます。今回の動画はですね、即刻、今すぐファイヤーしたい人は見てほしい動画と題してお話ししたいと思います。はい、これね、実は結構要望がある人いるんじゃないかなっていう。セミリタイヤしたいとかね、ファイヤーしたいっていうのは、なんかこう、ただぼんやり思ってるだけではなくて、なんか今、働いてる仕事にすごい疲弊しててさ、もう今すぐにでも会社辞めて自由になりたいと思ってる方結構ね、いると思うんですよ。かく言う自分もそうでした。はい。ぶっちゃけですね、もう明日にでも仕事辞めてファイヤーしたいなと思ってですね、もう今から22年前かな。はい。今こういう自由な生活になりました。あの時も将来いつかはとかじゃなくてね、今すぐ即刻だったんですよ。うん。そんなさ、なんかもう悠長なこと言ってらんねえなみたいな感じだったんですね。で、そう思ってらっしゃる方が意外といるんではないかなと思いまして、この動画を作りました。私自身もそうやってね、まあこうやって今こういった生活をもうかれこれも何十年もやってるわけで、なんかね、まあその人らに、ちょっとなんか参考になるようなね、動画になればいいかなと思います。今すぐ会社を辞めるってことは、そのお金もなくなっちゃうし、すごくね、この後の生活も不安になるかと思いますが、まあ、僕のね、切り抜け方とかね、どういうふうにやってたよっていうところをね、ちょっとまあ、参考にしていただければなと思います。まあ、そもそもですね、この今すぐ会社辞めたいっつってもね、なんていうのかな、せっかくの自分の人生でしょ。なんかこう、人間って生まれ変わりがあるとか言いながら、あれね、一度きりなんですよ、要はね。一度きりしかないです。残念ながら、今の社会では、科学では生まれ変わるって証明されておりません。残念ながら一回きりです。一度きりしかない貴重な人生、ね、やりたくない仕事に人生の大事な時間を奪われるっていうのは非常にもったいない。取り返しが返しつかない。ね、お金は返すことができますけど、時間返ってこないんですからね。はい。でね、まあよくあるのが、まあこう、鬱になったとかってね、なったりとか、あとは、まあ、なんていうの、そういった体調が悪くなってね、うん、それは、なんだろう、人間関係のストレスとかでね、鬱になったとかっていうのもあるし、そういうのがなかったとしてもね、ホルモンバランスの変化っていうのがあるんですよ。これはね、僕も体験しました。まあ、これ女性はですね、まあ、更年期障害っていうのがありますけども、これは男の人でもね、結構あったりするんですよ。いつもは元気バリバリに働いてるのに、なんかね、膜が乾かったように、もやーっとしてさ、なんか全然仕事ができなくなるっていうような、現象があるんですけども、僕、なりましたよ。なった。そして僕の身の回りにもそういう状態になった、まあ、男性の方、女性の方ね、問わず結構いるんですよ。だから結構高確率でなり得るので、今ね、全然平気だよっていう若い人も、将来、例えば自分が40歳とかね、なってた時になりうる可能性、めちゃめちゃ高いですから注意してください。一言ではないんでね。とはいえ仕事をしないわけにはいかないよねっていうプレッシャーにね、こう苛まれて、すごいなんか、まあ自暴自棄になったりとかね、これ運悪かったら自殺しちゃったりするとかっていうのはあり得るわけですからね。はい。まあ、そんなことをしなくても、なんとかなるよということです。でですね、ちょっとまあ、ポイントとしましてはね、この今すぐファイヤーするためには、何をしなきゃいけないのかって言ったら、ポイントがですね、3つあるんです。はい。ファイヤーしたい人。まず一つ。生活費の最適化。これは何回も言ってますよね。ひょっとして皆さん、生活費が20万とか30万かかるって思ってませんか？ね。実は、そんなことないんですよ。大体、まあ、いろんな、インフルエンサーさんね、こう節約系のインフルエンサーさん、ファイヤーとかセミリタイヤやってる人のインフルエンサーさんの話聞くと、まあ、10万円以下で、普通に、豊かにですよ。普通に豊かに暮らしていけるんですよ、実は。本当は20万、30万かかってるっていうのは、騙されてる可能性が結構あるんですよ。え？俺、そんな詐欺とかに遭ってないよって方も、実は違います。今のこのね、社会っていうのは、あらゆる罠が仕込まれてます。言い方悪いけどね。企業は、やっぱりこう、売らなきゃいけない。国は税金を納めなきゃいけないっていうような思惑がありまして、そのレールに我々はうまーくね、騙されて乗っけられて、その上を走らなきゃ幸せじゃないよって、
洗脳されてんですよ。あれを持ってなきゃ不幸、あれを持ってなきゃ不幸せっていう風な洗脳されてるんです。実はね、これなくても全然平気だったりするわけですね。毎月支払ってるもの、まあ、例えば保険なんかいらないですよね。だって、死んだら自分もらえるわけじゃないからね。だからじゃあ、まあ家族がいるんだったら、まあ県民共済ぐらいでいいですよ。それぐらいに入ってもらってね。そもそも、何ですか？だって、うちら国民健康保険とかね、社会保険とかに入ってるわけだから、いらないんですよ。もともとね、そういったものは。あれっていうのは、民間保険会社が利益を得るために仕組まれた、もう、半分詐欺みたいなもんなんですよ。皆さん、そこに気づきましょう。はい。まあ、そういったものが保険に限らずいっぱいあるんです。あらゆるものがそういったものだらけで、一度、自分がかかっている月々の生活費を紙に書き出してください。一個一個。毎月何にお金を払ってんのか。クレジットカードの支払い明細でもいいですし、毎月来るレシート、はがきでもいいです。チェックしてですね、いくらかかってんのか、逐一、1年間、そして毎月いくらかかってんのっていうところを洗い出して、あれ、これっているのかなとかって考えてみてください。光熱費、税金、生活費、家賃、車、保険。はい。この辺はですね、非常に、あとサブスクリプションね。新聞、NHK。いらないでしょ？それから、なんか月額のアプリの課金であったり、なんかこう、ネットフリックスは入ってるわ、プライムビデオは入ってるわ、あれああいうものに入ってるやつね。あれも一個だけにするとかね。はい。プライムビデオ一個だけにしとけば、本も音楽も聴けるから、得じゃないかなと思いますけども。はい。そういったのに一個に集約して、そこら辺を節約ギュッと。やってですね、生活費の最適化を行う。これはですね、QOL。アルファベット3文字 QOL。クオリティオブライフ。これを下げずに生活費を圧縮するっていう方法はですね、あ、これいらないんじゃないっていうのは書き出せばね、絶対出てきますよから。それで大体もう10万以内で収まります。あと、今回のテーマ。今すぐファイヤーしたい人っていうところと、ちょっと逆になっちゃいますが、ポイントの二つ目は、緩く働くということです。はい。私はファイヤーしたいのになんで働かなきゃいけないのっていうところなんですが、皆さんの労働でファイヤーしたいなって思うのは、今の仕事が苦痛だから、辞めたいわけですよね。でも、これって、緩い労働だったら、ストレスではないわけですよ。なぜ労働した方がいいかっていうと、全く働かないと、暇な時間が増えちゃいます。そうすると、余計なお金をかけたり、余計なところに遊びに行ったり、生活費がかかっちゃいます。それと、不安になります。何も働いてなくて、社会ってつながってないと、精神的な不安っていうのは結構高まるんですね。これ不思議と。これ私も経験がございます。はい。やっぱり、なんか緩くね、自分の嫌じゃない範囲。例えば、アルバイトだったらさ、週に1、2日ぐらい、1日2日ぐらいにしておいて、フルタイムで働けば苦痛じゃん。でもさ、週に1、2回だったらさ、いや、1日2日出勤したら、その嫌なやつとさ、あともう、四五日会わなくて済むってことを考えたらですね、ストレスはかなり軽減できると思うんですよね。はい。なので、緩く働くっていうのは非常に大事でございます。そしてそこから報酬も発生することで、わずかな金額でファイヤーすることができます。ってな感じで、圧縮した生活費、ね、それから収入、支出と収入の差を作ってですね、この差額を必ず投資に回してください。投資に回す。これすごく大事です。長い人生ね、考えていくと、これがね、必須です。必須です。もう一回言います。大事なので、必須です。必ずですね、株式、投資に回してください。それを毎月差額をコツ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 積み立てていって、いずれ目標金額に達したときに、その配当利回りで生活費の足しにしていく。はい。これを必ずやってください。あなたの人生はすごく長いので、必ずそういう時がやってきます。将来年金はもらえますよね。まあ、それが、その額が、やっぱり、そんな大きな額にはならない可能性が非常に高い。それを埋め合わせるためにも、投資というのは必要不可欠で、これを早めにやっておくことで、将来、もうほぼ確実と言っていいぐらい株価っていうのは、これまでの歴史を見ていると、減ることがないんです。常に上昇しているので、必ず投資をやってですね、
資産をコツ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 定額毎月積み立てで積み立てていくということをやっていきます。この3つのポイントをやっていけば、はっきり言ってファイヤーできちゃうんですね。あら不思議。まあね、結構どうでしょうかね。現実的にはね、貧乏な方がすごい多いと思うんですよ。なんで僕は知ってるのか。それは平均所得を知ってるからです。日本人の平均所得はだいたい400万円と言われております。はい、皆さん400万円持ってますか？はい、残念ながらほとんど400万円もらってません。はい、なぜならこれは中央値だからです。全世帯の、平均ですね、ならして400万。なので3億円もらってる人も含まれてるわけですよ。はい、この仕組みっていうのは、例えばですね、平均所得1000万のグループがあったとします。その1000万のグループは4人います。はい、1人は4000万円稼いでいます。残りの3人は0円です。でも3人がさ0円なのに1人だけ4000万稼ぐけど、平均所得は1000万円になっちゃうんですね、というようなからくりになってんですね、日本の平均所得っていうのは。実際中央値はもっともっと少ないみたいなのですね。なので、かなりの方がまあ貧乏だろうし、貯金もないだろうし、っていう状況にあると思うんですよね。なので、この生活費の最適化することで、生活費を圧縮して、そんなに労働しなくてもいいよ。緩い労働でも十分賄えるよ。じゃあ、その緩い労働と少ない最適化された生活費、差額、投資に回す。そして、いつか目標金額に達したら、その配当利回りで生きていく仕組み作りをしていく。生活費の足りない分を補填する、もしくは年金で不足している分を補填するというような格好で、今まだ若いうちにそういう準備をしておくと、ファイヤーすることが現実的になります。はい、って言うわけで、いかがだったでしょうか。ただね、このお話は借金がある人は残念ながらできません。あくまでですね、借金がない状態のお話をしててですね、これに借金があると、その借金の分を払わなきゃいけないってなると、いくら生活費を最適化しても借金がそこに乗っかると結構高額になっちゃうんですよ。なので、それなりに働かなきゃいけないってことは、残念ながらあなたは社畜から抜け出すことができないんですよね。借金、まあ車とかね、まあそういった高額なもの、あとは奨学金とかね、結構やばいです。はい、なんかこう、なんて言いますかね、どこかの大学に行きたいとかなった時も、奨学金を使ってまで行くのはちょっと考えてみてください。それは将来ものすごいマイナスになってのしかかるので、それは可能な限り避けた方がいいと思います。僕は絶対使いません。今のね、若い人たちにお伝えしたいのは、この奨学金は手を出さないということがベターかなと思います。はい、まあ唯一 OK な借金っていうのは家かな。家の借金っていうのは、まあ家賃に充当されるんで、これはまあギリギリ OK かなと思います。まあなるべくね、中古でちっちゃな家ね、車なんかもさ、新車でアルファードを買うんじゃなくて、中古の軽で十分でございます。クオリティオブライフは何の影響もございません。これが生活費の最適化というやつですね。はい、てなわけで、今回は即刻今すぐファイヤーしたい人は見てほしい動画お伝えしました。